どうぞ。失礼します。こんにちは。こんにちは。おかけくださいあ。はい、ありがとうございます。失礼します。い,いきなりですが。はい。なんか報告があると聞いてますよ。そうですね。えっ、ー、と、まあ、今回のパリの挑戦を最後に、まあ、競技の方を。あの、退くことを、あの、決めさせていただきました。本当、皆さん、今まで応援いただきまして、ありがとうございました。いや、そう。おさん。 あ、そんな決断をされたわけですね。本当に現役生活改めてお疲れ様でした。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。座りましょうか。たくさん聞きたい話があります。はい。ぜひお願いします。よろしくお願いします。引退決めましたか。そうですね。はい。引退とさせていただきます。今回で。日本選手権。はい。の日本選手権。ここが最後になったってことですか。 そうですねはいそこがあの、まあ、公式と走るとして走る最後のレースとなります、ね、まじゃあその最後走る時には要はい、ここでパリの権利が取れなければもう終わりにしようっていう気持ちでその大会には臨んで、うんはい、そういう思いで臨んでましたその時はでも自分のベストを尽くしてパリを掴むんだっていう思いのがやっぱ強かったので、うんまあ、終,わった時終わって走り終わった時にほん,ほんとその時になんかあ 終わりで、まあ次に託そうかなっていうふうな思いを感じましたね。次に託そうかなって思ったんですね。はい。おお<ー>。そうですね。走り終わった後に、まあ一緒に走ったここここにも、まああとは頼むよみたいなことも、うん、まあ声もかけましたので、もう自分の中ではもうレース終わった直後にも切り替わった感じですね。競技の引退を決めてから、うん、はい。だいたいもう二ヶ月ぐらいは経ちますか。そうですね。はい。で今は、はい。 今はもうあの車業の方に勤めています。社業はい。<laughs> もうトヨタの社員として働いてるわけですね。すはい、働いてます。具体的には何をやってるんですか。今はトヨタスポーツ推進部という部署にあのおりまして、あのまあ僕はこれまで出てきたパラスポーツの普及活動とかを中心にですね、あのスポーツに関係する活動をさせていただいてます。まあ僕自身あのトヨタ入る際にやっぱりスポーツだけじゃなくて。 なんかあの社会人として世の中に貢献できるような人になりたいなという思いもあっ,たあってでそれを実現できるだろうと思ってあのトヨタに入ったところもありましたので、まあ、そういう意味ではあのそういったものをする機会を今頂けたことはすすごいいい嬉しいなとううふうに思ってますね陸上と向き合ってきた15年以上あったとっいうことありましたけど、はいまあ、月並みですが、うん、印象に残っていること覚えていること。覚えてることパッと思い出すのは やっぱり初めてパラリンピックに出た時の思いと走り始めた頃のことをやっぱ思い出しますね初めて走り始めたとき、静岡の大会にそうですねご両親に連れて行かれて出た大会ですか、はい、やっぱそこであの義足を履いているパラリンピアンと出会ってでパラリンピックというものを教えていただいて。 で、この人たちみたいになりたいなって思いを持ってパラリンピックを目指したのでやっぱあの時の何か自分が変わった瞬間じゃないですけどなんか思いを持って突き進む大きなきっかけになりましたしやっぱそういう思いを持って突き進んだ結果出れたロンドンパラリンピックはやっぱ自分の中ではとても印象に残るものでしたね。でもねその…はい 走り始めたところからパラリンピックまでたどり着くっていうのは、はい、やっぱ並大抵の努力ではなかなかできないことだと思うんですけど、本当にやっぱ競技、そのの時もそうなんですけど、やっぱり競技期間、ずっと振り返ってみても、本当に一緒に走ってくれた仲間たちのおかげで、もう一度も競技をやめたいなとか、競技から離れたいなって思うことはなかったですね、本当にもう楽しいしかなかったですね陸上競技、はい、特に短距離っていうと、はい、すご孤独なのかな、個人競技だし。 って思うんんんでですすけど、はい、そななことなかったんですねやっぱ晩年とかはやっぱ新しいことをチャレンジしていくとあ自分にはやっぱまだまだこういうことが足りなくてこう変えたらいけるんじゃないかなっていう期待感とでもやっぱそういうことをやってもなかなか記録が伸びなかったり変化ができない自分にあもう自分はここまでかなっていうなんか絶望感みたいなのもう本当にもうずっとそんな意味が繰り返しながらだったんですね。 ででもその中でやっぱりふと競技場に行けばああ頑張ってるみたいな感じでさらっと当たり前のように僕,たち僕を迎えてくれる仲間たちがいてくれたのは、うん、やっぱそういう仲間たちがいてくれたからこそできたののかなっていうのが感じますね、うん、やっぱ競技と向き合う生活っていうのは、うん、昨日よりもちょっとでもよくみたいな、はい、そんな思いだったんですか そうですねやっぱり何か変えてでやっぱ結果を求めていきたいっていうのはやっぱ自分の中ではありましたし本当なんか深淵をのぞきに行くようなもっと言うか本当に競技の醍醐味だなと思っているのでやっぱり人生に一度でもそういうふうに本当に本当に突き詰めて深淵をのぞきに行くっていう経験をできたのは本当かけがえのないものだったかなと思いますね。そこまで向き合え、はい るだけの原動力っていうのは佐藤さんの中では何だったんですか。そうですね。でもやっぱり最初走り始めた当初のやっぱり自分が変わっていって良くなっていくのがやっぱり本当に楽しくて感じ、少し感じたんですね。変わっていく自分を見ていく、見ていきたいっていうのが。 やっぱ自分の中ではとても大きかったですしその変わっていった自分もやっぱ変わっていった自分でやっぱ周りの人に勝ちたいっていう思いがやっぱ最後までずっとありましたね初めてその静岡の大会にご両親連れて行かれて出た時に見たパラリンピアンの姿っていうのは思い出すとどんな風に映ったんですか、はいはい、やっぱり当初は僕自身義足についてなんかコンプレックスに近いものを持っていたんですねやっぱり義足というものもの 誰かにに見せることに抵抗感はありましたしたやっぱり隠ししたたいいいものだなとううふうに思っていましたで大会の時もうんやっぱ大会に出るとはいつもやっぱあんま見据えて走りたくないなっていうどっかそういったもやもやした気持ちを持っていたんですけどもでそこでやっぱ走っていた選手たちの姿短パン履いてなんかふんぞり返りながら歩いているような堂々とした姿。 走ってる姿もすごいたくましくて、かっこいい姿があって。やっぱその姿を見たときに、なか自分の中で吹っ切れたというか。大きく気持ちが変わるのを感じましたね。やっぱそこにね、このパラリンピック、パラスポーツ。の凄さというか。一人の人の人生のスイッチを入れたというか。うん、っていうのはありますね。あると思います。やっぱそこで。ま本当に今まで隠していた自分。 がなんか逆に恥ずかしいなと思ってあもうこんいくら足を隠してもなんか義足から目を背けても,あもう足入ることないしもうこの人たちみたいに吹っ切れて生きていくしかないなっていうのを感じれてでもやっぱそこから本当に人生が変わったようなやっぱ感じがあったんですねだからこそやっぱあの時あの先輩たちが見せてくれた姿っていうのはとても大きなものでしたねではい たどり着いたロンドンの舞台っていうのは、はい、どんな印象を覚えてますか当時はやっぱりまだあの東京大会が決まる前でしたので、まあ、今ほどパラスポーツとといいうものがあの一般的ではななかかったかなと思います本当に普通の大会も本当に身内がちらほらいるだけみたいな感じの中でとあのロンドンの会場行ったらもう8万人のスタジアムが埋まっているような中で。 で初めてレースを走る時にメインスタジオムの隣でウォーミングアップをしていたんですけどももう隣からもう地鳴りのような歓声が聞こえてきていやもうここでこのあとここで走るのかとかちょっとすすごい震ええながらアップしたのを覚えてますね、まあ、でもやっぱり本当スタジアム入ったらその歓声が聞こえなくなるぐらい自分に集中して走れたので本当にあの時は自分が目指していた場所を。 目指していた場所で。ちゃんと自分の走りを実現できたのは。いや、本当かけがえなかったなと思いますね。いや、ちょっと、それは話を聞くだけで、ちょっと鳥肌が立ってますね。<laughs> <で>こんな世界があるんだと、はい。あ、そうですね。はい。あ、これがパラリンピックかっていうのを感じた瞬間でしたね。で。二大会目のリオで。はい。メダルを取ることになる、はい。そうですね。リオの時に、あの、トヨタの仲間になって。で、あのー、同期の。 はじくんと一緒にメダルをリレーでメダルを取ることができましたで、はい、そのあとですよ私や佐藤さんと初めて会うことになったのが、はいはい、東京パラリンピックそうですねここに出られないという悔しさを味わいましたねこの経験っていうのは今になって振り返るとどううでしょうやっぱり自国開催っていう特別感になんかすごい、うん、集中していたけどどこか。 なんか惑わされたのかなっていうのはありますね。うん、でも自国開催のオリンピックパラリンピックを目指せる機会なんていうのはなかったので、でもそうそういうものを経験したからこそ、やっぱり自分がこういう人間なんだなっていうのもある意味分かったような気もしますね。こういう人間なんだなっていうのは、はい、どういう部分が分かったんですか、うん。うん、やっぱそういう自国開催ある意味プレッシャーにもう負けるし、うん、プレッシャーになんか左右されてある意味 うん、弱さもちゃんとあるなっていうのもちゃんと向き合えたのかなと思いますね。そのね、すごく悔しさの残る中で我々の番組に出てくださって、はい、<laughs> パラリンピックのこといっぱい教えてくれたじゃないですか。はいはい、それはまあもちろんいろんな複雑な感情があったかと思いますけど、はいはい、ぶっちゃけ今を振り返るとそこそこはどうでした。<laughs> いや最初は、うん、ちょっと黒田、うん、見たくないなっていうのは、うん、かあったんですけど、うん、でもやっぱりいざ 大会始まったらやっぱり出ている選手たちの姿をやっぱ柔軟に応援したいなっていう気持ちにはなりましたしあのこれまでやっぱり周りの日本人の,あの選手たち知り合いしかあの応援できてなかったんですけどもグローバルの仲間たちがいるっていうのも大会に通じてあの知れましたしそういった仲間たちがいるんだなっていうことでトヨタというものを通じて。 あのつながり合えたのはすごい僕にとってもいい経験だったかなと思いますねその舞台に届かない悔しさというのを2大会連続で味わった、はい、大きく振り返るとこうだと思うんですけど、はい、この最後の2大会分、はい、ここの期間っていうのは佐藤さんの陸上人生の中ではどんなものになりましたかもちろんやっぱりいいことばっかりを経験できればいいんですけどもでもやっぱりそうではない部分を経験しているからこそ なんか競技なんだなっていう本気でやっているんだなっていうなんか感じ取れましたね。本当のものあの自分の目指すもの、真円を覗きに行くっていうことをやっていくっていうことがいややっぱほなんか本当にわ真剣に競技やってるなっていうのを感じれる日々でしたね。勝つことだけじゃなくてこういうなめむことも大切だよなっていうのはなんか感じる日々でしたね。佐藤さんはもちろん、はい、ご自身が走ることが最初楽しくて。はい 好きでっていうことで競技続けてきた部分もあると思いますけど、はい、自身がこうやって走ることで何かこう伝えたいこと世の中に発信したいこと、うん、そういう部分ではどうですか,か基本的にはでも競技に関して言えばてて自分のたためにやっいもちろんなんかそのいろんな場面で綺麗な言葉を使っていただくかもしれないんですけどもでもこと競技にかけて言えばでも一番はやっぱ自分が勝ちたくて自分のパフォーマンスを上げたくて。 やっていたちょっとそこはエゴスな部分もあったのかなといいううふうに思いますねでも自分自身は自分のためにやっていたけどもでも結果的にそれを見て何か感じてくれている方っていうのはやっぱりいろいろ交流させていただくといらっしゃってその言葉はやっぱすごい励みになりましたしうんすごい嬉しかったですね。僕自身がやっぱり 憧れのパラリンピアの姿を見て何か思いを持ったことと同じような姿を誰かに見せられているっていうことは何か自分が今度はそういう立場になりたいことか,すごい嬉しかったですね。あの佐藤さん現役中から、はい、今やりたいと思っていらっしゃる、はい、そのパラスポーツの普及活動みたいなことはもう現役中から同時並行でやってたと思うんですけど、はい、ここに対してはどんな思いを持ってやってたんでしょう そうです、ねうんやっぱり僕自身、うん、その競技を始めたきっかけっていうのも本当にやっぱりスポーツ競技義足すごい高価なものでやっぱりその当時はそこまで,でパラスポーツでも一般ではない中で競,競技業義を作って走るっていうことがやっぱりすごい当時は今よりもっともっとハードルが高かったと思うんですよね。ででもそれを15歳たた僕のために 多分周りりのお医医者者さんだったり医療関係者の方々がそうではそれだと僕の人生がもしかしたら行き詰まるかもしれないから彼の人生のためにはスポーツ用義足というものを与えて走らす運動ができるようになることがあの僕の人生に持っていいここにつながるかもしれないっていう思いを持ってスポーツ用義足を僕に与えてくれた方がいたからこそ今走るようになってこういうことができているのでやっぱそういうふうに僕の。 たたたために頑張っっってててくくれれ大人ちが言いうのを何か僕の中ですごいい大切にしていてなんでそういう当時手を差し伸べてくれた人たちに恩を返すのは今度は僕が手を差し伸べる番になることが一番の恩返しなのかなというふうに思っていたのでそういうことはやっぱり競技現役の時からできたらなと思ってましたしで特に義足という。 障害の特性上あのいろんな理由であの義足にうつくことになるんですけどもやっぱり病気を理由にに義足になることが多いんですねなので病気でいうと完治したらそれで OK なんですけども場合によっては再発してしまったりしてしまって時間のない子たちもやっぱりこれまで見たことがありましたのでそういう場合に後でいいかなっていうふうに先延ばすことが先延ばしすることができないこともありましたのでだったらもう元気中でも今のうちにすぐやるべきかなっていうのはありましたね。 佐藤さんのパラスポーツの見方っていうのを聞きたいんですけど、はいうん、なんか障害のある人たちがやるスポーツなのか、はいはい、あくまでこうブレードっていう道具を使ったスポーツなのかっていうのはどういういものでしょう、うんああまあ、やっぱり僕自身陸上競技っていう競技をやっていてで特にあの競技用の義足を使っている,いるのでいるんですけども特に陸上競技というのそのルールっていうのは あんまり変わんなくて普通に用意ドーあで早くゴールについた人勝ちっていうところは普通の健常の陸上競技とほぼ一緒で僕自身これまでの競技人生を振り返ってもやっぱり一緒に練習したり試合に出てる人っていうのはどちらかというとパラの選手よりも健常の人の方が僕はすごい多かったなと思うんですね。競技人生のの9割ぐらいは多分健常の方とと一緒にやってたと そういう意味ではやっぱり僕自身ももしかしたら僕の周りの人たちもあんまりパラスポーツっっってていいいううもののをやってる認識がなかったのかなかかたに思いますね陸上競技の中の例えばインターハイを目指すインカレを目指す日本選手権を目指すで僕はたまたま義足が扱ってるから陸上競技のじゃあパラリンピックを目指すっていう形でパラ陸上っていうスポーツよりも陸上競技の中のパラリンピックを 出てていいるっていう認識が僕はな結構強かった僕自身もそうですし僕,の僕と一緒に練習してくれた方々ももしかしたらそういうイメージが強かったんじゃないかなというふうに思います、ねまあ、数ある陸上の種目の中の1個みたいな、はい、あそうですね大会の1つでしょうみたいなうん、うん、そんな感じだからこそやっぱ僕自身もうんタイムでやっぱ健常者の人にやっぱ勝ちたいという思いはずっとありましたし。 練習でもなんか負けたたくないなって思い思ましたね実際この佐藤さんが15年以上取り組んできた中で、はい、世の中の変化っていうのはどういうふうに佐藤さんは感じてきましたかうんやっぱり当時から比べると本当に大きく変わってスポーツとしてある意味確立しているのかなっていうのは日本だけじゃなくてやっぱ世界的にも感じますね。 でやっぱ捉え方もスポーツとして、あのー、スポーツの本当に勝敗で一喜一憂できるようなものとして見られつつあるのかなと思うんですけどもで僕,僕自身やっぱパラ,なんかパラリンピックの根源的なものっていうのはやっぱりうーんなんか障害っていうものはやっぱりほとんどの人がなりたくて障害を負うことは多分ないと思うんですね。やっっっぱりりり何かししら自分にはどうしようよもできない事故だだたた病気だったり 何かしらの理由で障害というものを負うかもしれないんですけどもそれをちゃんと直視して立ち上がった人たちむしろパラリンピック,パラリンピックには多分そういう人たちしか出てないと思うんですよね。もしかしたらそこがスポーツというものを通じてパラリンピックと通じて何か人々に思いを与えることができているからこそこうして受け入れられているんじゃないのかなとは思っているのでそういったものが何か一般化して少しずつ あの広がってきたののかなっていうのは感じますね、うん、そうですねあのそういう見方もある一方で、はい、例えば私は佐藤さんとこうやって、はい、知り合って競技に出る姿を見た時になんかやっぱ見てるともう勝敗のことなんて忘れるっていうか、はい、走り終わった後になんかこうここにブレードを抱えて、はい、汗かいてる佐藤さんに会うと、はい、なんかまあ別にこれも。 野球のバットじゃないけど <laughs> の道具を使って、はいはい、もうパラスポーツじゃなくてもうスポーツやってきた人っていう感覚にどんどんなってきたんですけどなんか世の中もこんなふうにどんどんな,かなっていくのかなってなんかちょっと思う部分もあるんですけどそそれはどうどう思思いいまますすあ,あると思いますやっぱり僕自身もこのさっき言ったんですけどやっぱり周りにやってる人も多分僕が義足,の義足を履いてるとかもう障害者だってことは多分ほとんどの人が思って。 ないと思うんですよね僕は競技用の義足をちょっと改良したら一緒にやってる鉄選手が「え足変えたの?」みたいな感じで普通にさらっと行ってきますしなんか練習いろんな会話の中でなんか手術「今度手術するんだよね」って話になって「あっ啓太さんってそういえば手術したことあるんですか?」って聞かれて「いや普通にあるわい」って <laughs> <laughs> なっていて。 だかそれぐらい多分義足というものに対してのなんかグッと構えるような印象だったりなんか抵抗感とかそういうものなくて普通に義足を入っていてるけど佐藤啓太だよねみたいな単なる身体的な特徴の一つとして捉えているに過ぎないんだなっていうのもやっぱりスポーツというものを通じて一緒に交流することで一般化していくんだなっていうのをすごい感じているのでそういう点は本当に森田さんがおっしゃる通りかなと思いますね。 この先含めて佐藤さんがこう伝えていきたいこと、うん、成し遂げていきたいことっていうのは何でしょうか。やっぱり足切った当初、やっぱ僕自身の家族もすごい悲しいんだ。坂を見て、やっぱその時のなんか悲しい経験はもう嫌だなというふうに思ったんですね。もしかしたらこれから先あの何かしらの理由で今健常で生きてるかもしれないんですけども事故や病気等で足を失ったり障害をかもしれないんですけどもそうなった時にやっぱり僕がしたような な悲しししいいいい経験ははててほしくないなっていうのは思っているんですねやっぱりあの時義足というものが何か怖いものだったり何かうん不便なもので何かこの先人生辛いものになるんじゃないかなっていうふうに思われている,いるっていう思いがあったからこそ僕自身そういう悲しいあのイメージを持ってしまったと思うんですけどもそうではなくてまあ義足も まあ身体的な特徴の一つだよね、まあ、義足というものも眼鏡のように障害というか不便なものを補うものの一つだよねというふうなものに捉えていくような社会を僕自身作っていきたいなと思いますしそういう,うな社会になっていけば義足だけどまあ大丈夫か車いすだけどまあこういうふうに頑張ってきて普通に生活できてる,しできてる人もいるしまあちょっと不便かもしれないけど大丈夫かなっていうふうな何か悲しみの総量が減るんじゃないのかなと 思ってますし僕自身やっぱそういう社会を作っていきたいなと思ってますやっぱそういうことでも実現するためにアスリート個人だけの力じゃやっぱできることも限られていると思うのでやっぱりトヨタの皆さんと一緒にそういった社会を作っていけたらなというは思ってますねそうですかあのすごいね佐藤さんが使った言葉で、はい、すっごいやっぱ印象的な言葉は、はい、障害に対して力みのない社会を作りた、はい、はいはい、さっき義足見てぐっと構えちゃうだからこういうことが、はい ない社会、当たり前にすべてがこう受け入れられる社会。ここがこう佐藤さんのこう思い描く理想というか、はい、目指していくと。そうですね。はい、その思いを大切にしたいなと思ってます。いや、佐藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございましそして本当に現役生活改めてお疲れ様でした。ありがとうございました。これからはトヨタの同僚とどうあ、そうですね。仲間としてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。